医務室に運ばれてったやつを見たか。お帰りなさいませ、クライブ様。今日から隠れ家でお世話になります。クライブ様の従者として恥ずかしくないようしっかりと鍛錬を積むつもりです。お帰りなさい。こちらがあなた宛に届いた品です。今お渡ししますね。またどうぞ。クライブ、戻ったか。協力者たちから感謝の知らせが届いてる。お前たちが来てくれたおかげで助かったとな。随分働かせちまったようだ。問題ないさ。他の地域はどうなってる？どこもひとまずの山は越えたらしい。だが脅威が去ったわけじゃないからな。あくまでも小康状態というところだろう。そうか。クライブ、今は焦っても仕方がない。それよりも医務室に行ってやれ。弟さんがやっと目を覚ましたようだぞ。分かった、顔を見てくれよ。それじゃあアルテマはシルベストルではなく現信仰のオリビエの方を操っていたということなんだね。ルサージ教は父君を自らの手で、その衝動からバハムートに。かなり消耗しているようだ。もしかしたらもう。もっと早くに訪ねていれば彼をこんな目に遭わせることも。くそ、結局ザンブレク公国はアルテマによって。ジョシュア、知っていることを教えてくれないか。18年前のあの日、フェニックスゲートの惨事の後、死にかけの僕はある人たちに救出されて治療を受け、かくまわれていたんだ。しばらくね。その時アルテマの存在を知り、そこからずっと各地で奴のことを調べ続けていた。アルテマは兄さんの持つ特別な肉体を利用して何か遠大な目的を果たそうとしてる。今の異変や戦乱はそのために起こしているんじゃないかと。なぜ俺が。それにどうしてそんなことをする必要がある。ごめん、詳しいことは僕にもわからない。だけどその理由は兄さんの体だ、間違いないと思う。僕たちドミナントは召喚獣の力を宿している。でも僕はフェニックスの力なら自在に使えるけど、
芝の力はそうはいかない。ドミナントが扱えるのは覚醒した召喚獣のものだけ。でもクライブは。ああ違う、特別なんだ。他の召喚獣の力も扱える。イフリートを宿しながら。それにイフリートは誰も知らない2体目の火の召喚獣。きっとアルテマは待っていたんだ、兄さんのような存在が生まれてくるのを。ずっと奴とは何度も出くわしている。俺の体を狙っているにしても、これまで無事でいられた理由は。推測の息は出ないけれど、兄さんの肉体とアルテマの精神が相入れない状態だったのかもしれない。アルテマの精神。そう、アルテマは肉体を持たない精神体のような存在なんだと思う。だからこうやって封じ込めても全てを抑えきれない。まさかその胸は。実を言うと、もう限界が近いんだ。体を内側から破壊する奴の力にフェニックスの再生の力が追いつかなくなってきてる。だからこの封印が破られる前に決着をつけなければ。そんな無茶よ。だって大切な兄さんを奴なんかに渡せないだろう。どうしてお前が俺のためにそこまで。ジョシュア。クライブ、大変よ。カンベルにアカシアの大軍が。おっと、状況は。ガブから知らせがあった。連中がいる自由都市カンベルにアカシアの大軍が押し寄せたらしい。都市警備隊が出て応戦しているものの、それもどこまで持つか。バイロン様とミドは二人ともカンベルよ。無事だ、ガブと合流した。だが船を隠して逃げ遅れたと。助けに行かなきゃ。ああ、すぐに向かおう。オット、ガブにストラスを。助けに行くまで下手に動くなと。分かった。カンベルまで最短で行ける道は。いつから私は地図屋になった。ここからならおそらく陸路だろう。タボールを経由する道をおすすめする。助かる。手がいるね。僕も一緒に行くよ。ジョシュア、あなたまだ寝てなくちゃ。そう言ったんだけど、この若さま聞きゃしない。手伝いくらいはできるさ。彼女の薬のおかげで随分落ち着いてる。それに僕も用事があってね、従者に会いに行かなきゃいけない。彼女とはちょうどタボールで落ち合う手はずだ。分かった、ついてこい。クライブ。心配しなくていい、俺が守る。ありがとう兄さん。支度をして向かおう。カンベルへの道中にあるタボールで従者に会う手はずなんだ。大丈夫、薬のおかげで随分落ち着いてる。旅の手伝いくらいはできるよ。ジョシュアは無理ができる体じゃないわ。できるだけ気遣ってあげて。ガブとミド、それにバイロン様が心配だわ。支度が済み次第カンベルへ向かいましょう。
石の剣も各地の集落の手助けをさせていただきました。少しでもシドの助けになっていればよいのですが。外の集落もこうなのかしら。何か用かな。はい、どうぞ。じゃあな。何がいけないんだろう。ああ、ちょっと聞いてよクライブ、料理に失敗しちゃったの。珍しいな、料理長のあんたが失敗だなんて。何かあったのか。ほら、前にイヴァンが魔物の煮込みシチューを作ったでしょ。あれが意外なまでに好評でね。それで今度は私にもヴァリスゼア食機構の料理を作ってほしいってうるさくって。仕方なく本を見てその中の一品を作ってみたんだけど、これが硬いしまずいし最悪の出来でさ。あれは普通の料理をまとめた本じゃない。そう簡単にはいかないさ。でもこのままじゃ料理長として引き下がれないわ。ねえクライブ、私に手を貸してくれない？わかった、仕方ない。みんなが喜ぶなら手伝おう。それで今回は何を作っていたんだ。トビトカゲの揚げ肝っていう料理よ。要は魔物の肝の揚げ物ね。食材はトビトカゲの肝とドラゴンの薬草なんだけど、そんなの聞いたこともないでしょ。だからそれらしい食材を使ってみたけど大失敗で。確か前の料理では食材は古い言い回しで書かれていた。今回もそうなのかもしれない。やっぱりそうよね。本に書かれてるような味じゃなかったもの。古い言い回しか。そうだ、もしかして書庫の語り部なら何かわかるんじゃない。ああ、聞いてみた方が良さそうだ。食材の正体がわかったらそのまま探してこよう。あら、それは助かるわ。よろしくねクライブ。色だね、ちょっと怖い。あら、シドじゃない。ちょうどよかった、聞いてくれる？どうしたんだシャーリー、何かあったのか。実はね、大事な天秤がなくなっちゃったの。ミドが作ってくれたものなんだけど、学ぶのに使えそうだからって子供たちに預けてたのよ。そしたらいつの間にか見当たらなくなってて。あの子たちは知らないって言い張るんだけど、何か隠してるようにしか見えないのよね。ねえシド、何とかして子供たちから天秤について聞き出してくれない？それくらいなら構わないさ。助かるわ、あなたにならきっと正直に話してくれるはず。ミドがくれた大事な天秤だもの。もしあの子たちがなくしてたならしっかり注意しなきゃ。この時間なら子供たちはアトリウムにいるはずよ。それじゃよろしくね。ハルポクラテス、あんたの知恵を貸してほしい。ヴァリスゼア食機構という本に書かれた食材についてだ。もちろん構わん。あの本はわしの愛読書の一つだからな。さては古風な今しに難儀しておるのだろう。知りたいのはどの食材だね。トビトカゲの肝とドラゴンの薬草、揚げ物の料理に使うらしい。ほう、トビトカゲの揚げ肝か。ザンブレクの一地方に伝わる古い料理だ。その食材、まずトビトカゲの肝とはワイバーンの肝のことを指す。ワイバーン、あれがトビトカゲなのか。ザンブレクは
古くから召喚獣バハムートを擁している。それに比べればあらゆる竜はトカゲと変わらぬよ。海辺で育つワイバーンの肝が一番と聞く。青い体表をした種を探してみるといい。分かった。ではドラゴンの薬草の方は。そちらノースリーチ北の海岸に自生するセイントボンネットの古い呼び名だ。山吹色の花を咲かせる香りの強い薬草でな。こちらも海沿いを探せば見つかるはず。あの辺りであれば2つの食材を集めるのにちょうどいい場所かもしれん。助かったよ。これで食材を調達できそうだ。健闘を祈るぞ、クライブ。料理ができたらぜひわしにも食べさせておくれ。人が少ないわね。医務室に運ばれてたやつを見たか。アザフォード、確かバイロンおじさんの筆頭執事だ。マーサの宿か、行ってみよう。クライブ。あの俺だって大丈夫。グツ、何かあったのか。どこか落ち着かない様子だが。クライブにはお見通しみたいだね。それじゃあちょっと相談してもいいかな。ああ、話してみろ。実は最近ダリミル宿場の行商からカロンばあさんのことで気になる噂を聞いたんだ。ばあさんが金儲けのために戦を広げようとして危険な連中に武器を売りさばいてるって。別に金儲け自体はいいんだけど、やり方がばあさんらしくなくてさ。本当かどうかばあさんに確認したいんだけど、俺怖くて聞けなくて。クライブから聞いてみてくれないかな。カローンと話してみよう。ありがとう、クライブ。ばあさんが何て言ってたか後で教えてくれる？分かった。そこまで大事じゃないといいが。カロン、調子はどうだ？まずまずってところだね。ところで商売はうまくいってるか？どうもこうも相変わらずだが。なんだい、今日はやけに絡むじゃないか。さてはあんた、何かよからぬことでも耳にしたんじゃないのかい？やれやれ、かなわないな。あんたが危険な連中と武器を取引してるって聞いてな。そんな話一体どこで聞いてきたんだ？俺が直接聞いたわけじゃない。ダリミル宿場の行商がそんな噂をしていたようだ。まったく、そんな根も葉もない噂信じるんじゃないよ。そりゃあ昔はやんちゃな商いもしたさ。だけどそれはもう過去の話。今はもうまっとうに商売してるんだから。疑っていたわけじゃないよ。念のため確かめに来ただけさ。クライブ、あんただって暇じゃないだろ。自分のことに集中するんだね。
ああ、そうする。邪魔をしたな。グツ、カローンに話を聞いてきたぞ。ばあさんはなんて？根も葉もない噂を信じるなと。あの様子じゃ本当にそんな商売はしてないだろう。以前は手を染めていたようだが、少なくとも今のカローンは金儲けのために戦を広げるようなやつじゃないさ。そうだよね、よかった。俺はばあさんを信じるよ。でも昔のことだとしたら、なんで今頃そんな噂が流れたんだろう。確かにそれは気になるな。噂の出所を探った方がいいかもしれない。うん、そうしよう。俺、噂が流れてたっていうダリミル宿場に行ってみる。クライブも一緒に来てくれると嬉しいけど。もちろんだ、協力しよう。ありがとう。それじゃあ後で向こうで合流しよう。わかった。ザンブルクで内乱があったって本当？こんな空おかしいわよ。どうしよう。やっぱり誰かに聞く。うわ、シド。お前たちちょっといいか。チャーリーが探している天秤のことなんだが、それは。何でもないよ、シド。これは天秤なんかじゃないから。それが天秤か。正直に言うんだ、お前たちが壊したんだな。ごめんなさい。でも壊したんじゃないよ、バラシなんだ。ミド先生が教えてくれたの。バラシってミドから分解を教わったのか。うん、僕たち先生みたいな天才気功師になりたいんだ。ミド先生が言ってたの、バラシと戻しを覚えれば何でも作れるって。なるほど、なら戻しもできるはずだ。早くその天秤を元に戻そう。これは初めてだったから元の形に戻せるか自信なくって。あのね、これが土台になるのはわかるんだ。でもそこから先がちょっと。どうやらお前たちは戻しを学び直さないといけないらしい。よし、俺が手伝うよ。一つ一つ組み立てるとしよう。さてお前たち、ここにあるのはただのガラクタじゃない。それぞれが部品として組み合わさった天秤となっていたはずだ。どの部品にも決まった役目がある。役目を考えてみるといい。アルトゥルは土台の部分はわかると言ったな。それじゃあ他の部品も見ていこうか。奇妙な形の金属だな。天秤のどの部分に使われていただろうか。これ面白い形、チョコボの羽みたい。そうだ、シドってチョコボにも乗れるよね。今度乗り方教えてよ。ああ、いつかな。だが今は天秤に集中しろ。あ、これ上の方についてた部品じゃない？端っこから何かぶら下げてた気がする。なかなか鋭いじゃないか。ぶら下げられそうな部品とはどれのことかな。この皿には何やら鎖がついている。しかも2つあるが、どう使えばいい？僕覚えてるよ。
2つのお皿に重りを乗せるんだ。そうそう、天秤ってどっちが重いかを測る道具なんだよね。グツとオット、どっちが重いかもわかるかな。それはさすがに無理だろう。やっぱりさ、この鎖が怪しくない？どこかにくっつけるとかさ。いいところに気がついたな。こいつをどの部品につければいいか考えてみるんだ。かなり細かい作りの歯車だ。お前たちは歯車を知っているか？うん、ミド先生のダンジョンにもあった。ぐるぐる回る部品だよね。ミド先生が作った装置にたくさんついてるよ。大学ってところでもいっぱい作ったんだって。ああ、気候学の基本となるものを動かすための部品らしい。こいつは天秤にどう使おう？天秤に物を動かす場所なんてあったかな。確か重りを測るときに動いてた気がする。でもどんな風に動いてたっけ？あのね、これって小さな部品でしょ。まずは他の大きな部品をくっつけてみない？それで動かなそうだったらどこかに歯車を使うと思うの。悪くない発想だ。歯車を使う場所は後で考えてみよう。これで一通り部品を確かめた。天秤の戻し方に当てはついたか？うん、大体わかった。ではお前たちの考えをまとめてみてくれ。その通りに作ってみよう。まずさ、それを土台にするんだ。上に何かくっつけられる部分があるでしょ。そこにチョコボの羽みたいな部品をつけるの。端っこに2つ何かくっつけられそうだから。2つのお皿をつけるんだね。鎖でぶら下げたら、ほら、いい調子だな。あとはこの部品をつなぎ止めれば。さあ、これでどうなる？やった、できた。ありがとう、シド。天才気功師を目指しているなら道具の組み立てもうまくなるよう勉強だ。任せてよ、僕たち隠れ家の先行投資だからね。隠れ家の先行投資？ミド先生に言われたんだ。先行投資だからいろいろ教えてやるって。私たちミド先生みたいになれるかな？ああ、きっとなれるさ。ただバラシはシャーリーを困らせない程度に。わかったよ、シド。期待してるぞ。さてシャーリーには俺からうまく伝えておこう。あれ、この歯車結局どうするんだろう。シドは後で考えようって言ってたけど最後まで使わなかったね。あら、シド、天秤のこと子供たちから何か聞けた？ああ、なくしたわけじゃなかった。子供たちがバラバラに分解して遊んでいたよ。以前ミドから道具の分解について教わったらしい。手持ちのものでやってみたくなったんだろう。そんなことになってたの？大事な天秤をバラしちゃうなんて。安心してくれ、
今はきちんと元通りさ。あいつらと一緒に組み立て直した。素人なりに気候学の講義をしながらな。ありがとう、シド。あなたが手伝ってくれたのね。でもあの子たち、いつの間にミドから教わったのかしら。自分たちは隠れ家の先行投資だって言っていたぞ。ミドがそう呼んでいるそうだ。きっとミドもあいつなりに子供たちや隠れ家の将来を案じてるんだろう。ええ、そうね。ミドといえば、彼女がよく隠れ家に帰ってきてる理由を知ってる？大学が休みになったと聞いていたが、そうじゃないのか？どうも大学から兵器作りの話を持ちかけられてるらしいの。きっとそれを避けてるのよ。あの子は戦で本当の親を失ったって昔シドから聞いたわ。だから戦を憎んでいると思う。ミドが人を傷つける道具じゃなく、人の希望になる道具を作っているのもそのためね。それで子供たちに、戦は俺が終わらせる、ミドや子供たちのためにも。うん、みんな信じてる。まずは気候学の講義、お疲れ様。夢だいだ、またみんなで出かけられるなんて。のんきなこと言ってる場合か。ガブたちを助けに行くんだぞ。ごめん兄さん、分かってるよ。まずは僕の従者と合流しよう。カンベルの状況も少しは分かるかもしれない。タボールだったわね。行きましょう。野党は追っ払ったか。町が悪いやつが来ているはずだ。自警団の人たちのたくましい。ちくしょう、俺のへそくりがどこにもねえ。なんで野党。ダリミルの自警団か。その噂なら。クライブ、ちょうどよかった。ばあさんの噂について詳しそうな人を見つけたんだ。彼がそうか。それじゃあ噂のことを聞かせておくれよ。ああ、いいとも。野党やゴロツキ、はたまた軍にまで武器を売ってるカローンとかいう商人のことだろう。いがみ合う連中に武器を売って
戦を起こさせる。戦が起きればさらに武器が売れる。巷じゃ死の商人と言われてるよ。人やベアラーの命で金を儲ける悪人だってな。昔の話じゃないのか。いや、つい最近のことらしいぜ。現にそのカローンって商人はダリミルにもよく現れるみたいだから。カローンがここに。それはどのあたりだ。広場の出店だったり、町外れにある倉庫だったり、至るところで取引を持ちかけるんだと。気になるなら行ってみればいいさ。そろそろいいかい。仕事に戻らねえと。ああ、ありがとう。どうしよう。ばあさんが死の商人って。落ち着くんだグツ。カローンを信じてるんだろ。うん。とにかくカローンが現れるというところへ行ってみるか。俺は広場の出店を見てくる。なら俺は町外れの倉庫を当たる。わかった。カローン、どうなってる。ダリミルの時計だ。チクショー、自警団の人たちのたくましい感。悪い奴らみんなでやっつけたんだよね。あいつらのせいで店がめちゃくちゃだよ。町の連中、見事に野党どもから町を守ってくれたな。俺も偵察役を引き受けた甲斐があったぜ。本当、町を守れたのは自警団の。これからはうちら自警団が町を。町外れの倉庫、あそこか。まさか本当に来やがるとは。お前はさっきの、なぜここに。鈍い野郎だな。お前を叩きのめすためさ。おい、お前ら出番だぞ。Yeah!
こいつとんでもねえ強さだ。俺を襲った理由を言え。俺たちはただボーギャンの命令に従っただけさ。カローンの悪い噂を流せばきっとやつの仲間が調べに来る。その中にでかい図体の男がいたら連れてこいってよ。まさかグツのことか。あんたらがダリミルに来てからの動きは追ってた。今頃あのデカブツはボーギャンのところにいるはずだ。なあ、正直に話したから許してくれよ。お願いだ、命だけは助けてくれ。行け、二度と俺たちに関わるな。グツが心配だ。すぐに向かわないと。こいつカローンの名を出した途端に暴れやがって。さっき言ったことは本当か。ばあさんの噂はデタラメなんだな。ああそうさ、デッチのお前を使っておびき出しカローンを殺すための嘘だ。ばあさんを。グス、無事か。クライブ、全部こいつが仕込んだことだったんだ。それもばあさんを殺すために。こいつここまで危ないやつとは思わなかったぜ。おまけに仲間の足止めにも失敗とは。計画が台無しだ。ここは一旦引き下がるか。おい、グッズと言ったな。巻き込んで悪かった。俺の狙いはカローン一人だ。もうお前には手を出さない。約束しよう。違う。は？俺じゃなくて、ばあさんに手を出さないって誓え。まだばあさんを傷つけるつもりなら、ばあさんが手を出される前にここでお前を殺す。待て、グス。やめな。貴様、カロン。どうしてここに。あんたが急に変な話をしたからね。噂の出所が気になってたのさ。それで思い出したんだ。その昔同じような手を使ってた間抜けな商人を。ずいぶんご無沙汰じゃないか。え、ボーギャン、うちの子を人質に取ろうだなんて、愛も変わらず安い男だよ。だから腰抜けボーギャンなんて言われるんだ。カローン、この魔女め、てめえのせいで俺は。くそ、こうなったら貴様だけはこの手で殺してやる。死ねえ。グッズ、あんた、ばあさんに手を出すな。俺が相手になってやる。こいつ。ありがとね、グッズ。あんたたちは下がっておいで。さて、腰抜けボーギャン、昔あんた自身が言ってたことを覚えてるかい。やられたことはやり返す。言葉ってのはね、責任を伴うんだ。今回の件、責任を取ってもらうよ。待たせたね。殺したのか。とんでもない。殺す価値もない哀れな男だ。あいつの目を奪っただけ。昔私がやられたのと同じように。あんた、その目は。ああ、この義眼の仕返しだよ。昔あいつと組んでた頃にちょっと揉めちまったことがある。もちろん報復はしたさ。ボーギャンを破産に追い込んでやった。とっくに懲りたと思ってたけど、
私への恨みは消えなかったみたいだ。それがまさかあんたたちまで巻き込んじまうなんて。すまなかったね。グッズ、怪我はないかい？大丈夫。俺は何ともない。でも、またばあさんが狙われるかも。心配ない。あいつには、あたしとグッズ、二人分の痛みを味わわせてやったからね。あれじゃ、もう復讐なんてできやしないよ。さて、続きは隠れ家に戻ってからだ。役人が来る前にズラカルトしよう。まったく大した商人だよ。お前たちはマスターについていけないんだ。さあ、こちらに。後のことは頼んだぞ。ええ、お任せください。いらっしゃい。頑張んなよ。支度はできてるな。そろそろ出るぞ。おかしな空ね。やれやれ、とんだ騒ぎになっちまった。ごめんよ、ばあさん。俺、ばあさんを守らなきゃって。ばあさんはこんな俺を引き取ってくれた恩人だから。確かに私は親に虐待されてたあんたを買い取ったさ。この右目の代わりになると思ってね。だから店のことをやってくれてるだけで十分だ。余計な心配をしなくていいんだよ。でも俺はまだまだばあさんの役に立ちたいんだ。そこまで言われちゃ仕方ない。これからはもっと頼らせてもらおうか。うん、任せて。頼もしいじゃないか。独り立ちしてくれりゃいいんだが、いつまでも子供みたいで参っちまう。世話をかけたね、クライブ。今回の礼だよ。取っておいてくれ。カローン、これからもよろしく頼む。なんだい、改まって。私はこの場所を気に入ってるんだ。もうしばらくは好き勝手させてもらうよ。
恐ろしい魔物が出たんだろう。また魔物が出ても俺たちも。国もなくなった。進行形だ。あんたが魔物を倒してくれたんだろう。みんな感謝してるぜ。でもこれからは俺たちに任せてくれよ。頼んだぞ。食材が手に入るのはこの辺りか。探してみよう。海辺にいるワイバーンと山吹色の花の薬草だったな。助かったよ。青い代表。このワイバーンのようだ。なんとか肝は手に入ったか。次はセイントボンネットだな。山吹色の花か。これで食材は揃った。隠れ家のモリーに渡そう。クライブ、年寄りの昔話を聞いてくれるかい？ああ、付き合おう。ボーギャンの流した例の噂があっただろう。あれはあながち嘘じゃない。昔は確かに敵味方関係なく武器を売りまくった。それで財を成したのも事実だ。金儲けってのは私にとって最高の娯楽だったから。でもおかげであちこちに敵を作っちまって、連中から追われることになった。そんなある日、どこで私のことを聞きつけたのか、シドが取引を持ちかけてきたんだ。私の身の安全を確保して商売に有益な話を提供する。その代わり格安で武器を売ってほしいと。それからシドと一緒に。ああ、隠れ家で真っ当な商売さ。実際シドが持ってくるのはうまい話ばかり。がっぽり稼がせてもらったよ。そんな時
もっと稼げるなんて言われたら信じてしまう。どうせならバリスゼア全土を買い占めるくらい儲けようってね。俺がマザークリスタルを破壊すればいろんなものが飛ぶように売れる。シドの言葉を信じて隠れ家へ財産をつぎ込んだってわけだ。それが奴の口車でまんまと乗せられたとも気づかずに、結果その思惑通り、今じゃ金儲けなんかよりあんたの目的を叶える方が楽しいと思ってる。そして私はそのためにここにいる。おかしなもんだ人生ってのは。いつも感謝してるよ。いいねクライブ、私から楽しみを奪うんじゃないよ。何か用かい？グッズかい。いい品が揃ってるよ。ちょうどいただくよ。今日は人が少ないわね。おかえりクライブ。食材の方は見つかった？ああ、二つとも揃えてきた。ハルポクラテスのおかげでなんとかなったよ。へえ、これが。それでこの食材って結局何だったの？トビトカゲの肝とはワイバーンの肝、ドラゴンの薬草はセイントボンネットという薬草だった。ワイバーン？トビトカゲがあんな大きい魔物だなんて思わないわよ。でもどんな味なのかはちょっと興味あるわね。食材が正しいなら今度こそうまくいくはず。早速調理してみるから待っててちょうだい。はい完成。魔物レバーのフリットよ。試食はイヴァンがお願いね。そもそもあんたがしつこく頼んできたんだから。ええ、望むところです。それにしてもなんて美味しそうなんだ。いただきます。うっ、また失敗？これがワイバーンの肝。外はサクサク、中はふわふわ。濃厚な食感とともに薬草の爽やかな香りが駆け抜けていく。この味わいに乗れば遥か彼方までジャンプできそうだ。今の僕は空を制した竜騎士です。成功したみたいじゃないか。もうヒヤヒヤしたわよ。でもこれなら安心して出せそうね。はい、これも絶対に人気料理になりますよ。僕が保証します。でも人気が出たらワイバーンをたくさん倒さなきゃ。その時はまたお願いしますねシド。ああ、またいつかな。医務室に運ばれてったやつを見たか？
なんだよこの空。抗議してやろう。だがな、クライブ。皮肉なものだ。知りたいことは、人を知ることが勝利につながる。情勢の変化を見ていこう。いつでも相手になるぞ。よう、クライブ。さあ見てくれ。じゃあな。こんにちは、クライブ。支援品の確認ですね。はい、どうぞ。時々覗きに来てくださいね。死んだそうだな。本当かい？ああ、ようやくロザリアは前を向ける。あんたたちのおかげで一段落ついたよ。本当にありがとう。これはクライブ様。お待ち、ようこそお越しくださいました。クライブ様、バイロン様の筆頭執事ラザフォードにございます。いつぞやおじさんの家を訪ねた時以来か。へえ、ご無沙汰しております。あなたの手紙を読んで話を聞きに来た。ご厚情痛み入ります。ぜひクライブ様にご助力いただければと。話してみろ。我々は現在風の大陸の動向を調査しております。というのも、この空模様になってから各地は混乱。各国の中枢もほとんどが機能しておらず、その収束にはほど遠い状況となっています。このままでは次々に現れるアカシアの脅威だけでは済まない。人の手による強奪や殺戮が広がり、大陸中に拡散する、未曽有の大混乱が起こる恐れすらあるのです。そうなる前にできる限り事態を収めたいというのがバイロン様のご意向でして。俺も同感だ。今は人同士で争っている場合じゃない。そこで有力者に仕える羊たちと共に他国での調査を進めていたのですが。何かあったのか？ええ、うち2名からの知らせが途絶えたのです。彼らに何があったか現地の状況確認のため、クライブ様にご助力をいただきたく。なるほど、穏やかではないな。その二人はどこへ？一人はダリミル宿場へ、もう一人はノースリーチに向かっていたはずです。わかった、協力しよう。まずはダリミル宿場に向かってみる。ありがとうございます、クライブ様。どうかくれぐれもお気をつけて。羊の一人はこの町で知らせが途絶えた。見つかるといいが。悪い奴ら、みんな
自警団の人たちのたくましい。頼んだぞ。奴らは。おい、さっさとご主人様に伝えろ。たんまり金を持ってこいってね。それはできない。金が出せないってんなら、お前を殺して身ぐるみ全部いただくしかないが。あなたは。下がってろ。はい。おい貴様、何のつもりだ。まさか俺たちダルメキアの正規軍に歯向かおってんじゃないだろうな。その正規軍が恐喝行為とは感心しないな。傭兵ごときが生意気な。気に食わんやつだ。片付けてしまえ。風悟の私兵ならまだしも、正規軍までこの有様とは。やはりあなたはクライブ様、助かりました。ラザフォードの手の者か。さようにございます。彼に頼まれて助けに来た。兵士たちと揉めていたようだが何があった？はい、私はラザフォードの命でダルメキア共和国の動向を調査しておりました。先日ダリミルに入り、調査のために軍と接触したところ、彼らに身柄を拘束されたのです。そうだったのか。その後何とか逃げ出したものの、今度は先ほどの兵士たちに捕まってしまいまして。ダルメキアは国の中枢が機能していないと聞いたが、軍の指揮系統も相当に乱れているな。ダルメキアでは一部の兵が暴徒と化しているようです。この状況を見るに、軍の上層部も把握できていないか、制御しきれていないのでしょう。状況は分かった。お前は一旦ラザフォードの元へ戻るといい。彼も心配している。承知しました、クライブ様。こたびは助けていただき本当にありがとうございました。ここまでひどいとは。これでは国を守るどころではない。もう一人の執事が向かった先はノースリーチと言っていたな。ノースリーチだ。もう一人の執事を探そう。おい、大丈夫か？ええ、なんとか。もしやクライブ様で？ああ、そうだが、
あなたは？私はロックフォード、ロザリア七家族が一つ、アリアンヌ様の筆頭執事を任されております。アリアンヌ、大叔母君の家系だったな。ラザフォードの依頼でお前を探しに来たんだ。一体何があった？はい、ザンブレク公国の動向を調査していたところ、とある村が野盗に襲われる様子を目撃しました。奴らの動向を探るためここまで追ってきたのですが。返り討ちにあったか？面目ございません。ですが目の前で罪もなき人々が殺されていくのを見過ごすわけにはいかず。野党どもはどこへ？この先の街道に向かったかと。あとは任せておけ。野党どもは俺が倒す。お前はもう少しここで休んでいろ。クライブ様、ありがとうございます。どうかお気をつけて。あいつらここでも人を。なんだこいつ、やっちまえ。怪我はなさそうだな。早く町まで戻るといい。あ、はい、ありがとうございます。ご無事でしたか、クライブ様。休んでいろと言っただろう。申し訳ありません。しかしいても立ってもいられず。野党どもは片付けた。行商が襲われていたが、そっちも無事だ。感謝いたします、クライブ様。しかし町からそう遠くない場所でところ構わず人を襲うとは。各地の混乱で物流が停滞し、食料不足が起き始めています。一部では混乱に乗じた値上げも行われている始末。そのため限られた物資を求めて略奪が横行しているようなのです。何か策を打たねば、野党どころか市民すらも強奪に手を染めかねません。ロックフォードと言ったな。まずはしっかりと怪我を治せ。この先調査を続けるにしても体が持たないぞ。はい、
承知しました。いろいろとお世話になりました、クライブ様。今回の件は主人へ報告し、必ずや礼を。当然のことをしたまでだ。気にするな。ありがとうございます。それでは失礼いたします。未曾有の大混乱か。この状況ではいつ起きてもおかしくない。こんなところか。ラザフォードに報告しよう。ラザフォード、戻ったぞ。クライブ様、こたびはお力添えをありがとうございました。羊たちから知らせがあり、ことの次第を把握したところです。あなたに助けていただいたようで。二人とも無事でよかった。それにしてもどこも思った以上に荒れているようだ。ええ、大混乱は目前に迫っているのかもしれません。すぐにでも策をまとめ動き始めねばならないでしょう。今回調査した件はバイロン様に報告の上、早急に対処いたします。ああ、そうしてくれ。